優勝戦6号艇の佐竹太一選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。準優勝戦は2コースからコンマ03のスタート、2着に粘っての優勝ということになりました。はい、準優勝戦振り返っていかがでしたか。はい、まあまあぼちぼちいいスタートかなと思っていきました。はい、バックでは中段かなというところでしたが、一周にマークくるっと回って2番手に上がってきました。そうですね、1コーナーは失敗しました。はい、はい、それを挽回できる足ではあったと。そうですね、伸びはいいと思います。はい、今回はルーキーシリーズの優勝エンジンを手にされてここまで戦ってこられましたが、はい、やっぱり伸びを中心にいいですか。はい、伸びですね。はい、はい、そして予選ラストでは6コースから思い切ったいいレースもされていましたが、はい、優勝戦の枠も6枠ということになりました。はい、はい、調整はここをどうしてこう戦いたいというのはありますか。ちょっと今伸び寄りなんで、あのターンの方があまりにもなさすぎるので、はい、まあ、ちょっといろいろ明日一日考えてやっていきたいと思います。はい、展開をつけるようにということも考えて。そうですね、それも考えながら。はい、はい、今節は01のスタートが2回とかなり早くなっていますけれども、はいはい、これはいいスタートいけば外からでも楽しみはありますね。そうですね、はい、思い切ったスタートいければいいと思います。はい、はい、分かりました。通算ではこれが3回目の優出で、前走地の常滑では優勝戦2着でした。はい、優勝戦向けての一言をお願いします。はい、前節の常滑は抜かれて、悔しい思いしたので今節は頑張って優勝したいと思います。よろしくお願いします。